コブラ台風は太平洋戦争中の1944年12月にアメリカの太平洋艦隊を襲った熱帯低気圧にアメリカ海軍が付けた名称である。1944年の台風、ハルゼー台風とも呼ばれる。戦時中でレーダーなどによる気象観測網が発達する前であるため、規模など詳細は現在も不明な点が多いが、アメリカ海軍によるレーダー、 気圧、風速などの観測記録が残された。一方、正解権を失っていったこともあり、日本では観測されていない。この事件を契機として、アメリカ海軍は太平洋地域に観測所を設置、これが後に合同台風警報センターへと発展した。1944年12月17日、ルソン島、東方4 8 0キロメートルのフィリピン海で、 作戦行動中だったウィリアム・ハルゼー対象式の第38任務部隊が、この台風の進路予測を誤って、暴風圏内を航行した。17日夜から18日にかけて、駆逐艦3隻が沈み、他にも9隻が深刻な被害を受け、146機の航空機が失われた。捜索活動により93名が救助されたが、 最終的に790名の将兵が死亡、または、行方不明となった。コブラ台風の経路コブラ台風による大波に、本動される空母ラングレー主な被害は、以下の通りである。戦艦アヨは、空母 SX、タイコンデロが、軽空母、ラングレー、カボット、護衛空母、ネヘンタベー、クエゼリン、従順洋艦マルチモア、駆逐艦ブキャナン、ダイソン、 マドックス、ベンハム、ゴエ駆クチクカンメルビン・アール・ナウマン、タバーラー、ウォーターマン、補給艦、ナンタハラ、弾薬艦、ジカリーリャ、シャスタコブラ台風発生時、米艦隊は12月15日に行われた、ミンドロ島上陸作戦の援護のため14日から16日にかけて、ルソン島空襲を行ったばかりで、19日に予定されていた次のルソン島攻撃のため、 17日18日には、フィリピン東方沖に一時交代して消耗した、弾薬や燃料を補給する予定だった。しかし17日昼頃から天候が悪化し、小型艦への給油に困難を伴う状況になっていた。戦艦ニュージャージーに座城する春ー対象以下第38任務部隊司令部もこの天候悪化を認識し、気象情報の収集を行ったが、 この時期としては普通の熱帯低気圧であり、さらに17日中に機体深度を変えて艦隊から離れるだろうとの予報が有力だった。ところが実際には彼らが遭遇したのは強い台風で、艦隊は17.18日にかけて台風と並走するように目の近くの暴風圏内を航行していたと考えられる。一方、艦隊の小型艦、特に空母を護衛する駆逐艦は、 空母の艦載機発艦の際の高速航行に追反するため燃料消費が激しく大型艦からの燃料補給を急がなければならなかったが12時頃から波浪による給油所艦の切断が相次ぎ13時10分春勢は給油を中止し残りは翌朝6時以降に行うと決定したしかし18日になっても天候は回復せず結果多くの艦が燃料不足 空のタンクで重心が上がって、不安定な状態で台風中心部の波浪に揉まれることになった。18日午前7時、艦隊は給油準備のために、震度変更を命じられた。しかし海峡はそれを許すものではなく、むしろ9時頃から空母モントレー、サンジャシント、アルタマハ、ケープエスペランスで相次いで飛行艦板に、軽視中、または格納庫内の飛行機が、 固いましめを出して衝突破損し始めた。すぐに漏れたガソリンに引火して火災が発生し、これらの缶は消火活動と燃える飛行機の艦外投機に追われた。ケープエスペランスは飛行艦板に軽視していた39機のうち32機までを失った。13時58分、戦艦ニュージャージーの水上捜索レーダーは巻き35マイルの地点に台風の目を捉えた。 この直前、春勢は太平洋艦隊司令長官、南西太平洋軍司令官、第三艦隊に対し台風の存在を認識した第一報を送っている。1三百現在の一北位十四度十分、統計百二十七度四十八分、風と波の方向が一致しない激浪の海面にちぎれ雲が低く垂れ込め、激しい雨に風速七十ノットの西北西の風が、 吹き、気圧は991ミリバール。勢力を増しつつある900ミリバール以下の台風が、西22ノットの速力で移動中この間、空母に随伴する駆逐艦は激浪にもまれつつ耐えて、いたが、艦同士の通信も困難になり、さらに操打不能、機関停止、電源喪失に陥る艦も出ていた。留意では、第一煙突が倒れ、あまりの傾斜に、環境側面の窓が、 海面に触れそうになった。それでも午後遅くになると、ようやく波浪と風雨は落ち着いてきて、各艦は被害復旧に取り掛かれるまでになったが、22時頃、護衛駆逐艦タッペラーの乗員が波まで助けを求める水兵を発見した。この日は午前7時頃からあちこちの艦で乗員が波にさらわれていたので、そういった中の幸運な一人だろうと思って拾い上げられた水兵は、 自分が駆逐艦、春の上院であること、艦は沈み、自分が発見された位置の付近にまだ仲間が数人いることを告げた。そして、付近の艦船も相次いで波まで救助を求める声、ホイッスルを聞き、救命同意の投下を目撃した。スペンスは12月18日11時20分頃、春は12時頃、モナハンは12時30分頃、 波浪に耐えきれず転覆沈没していた。翌19日から22日まで、艦隊は生存者の捜索と救助に全力を尽くし、その結果スペンスは24名、ハルは艦長を含む41名、モナハンは6名が生還した。だが天候は21日からまた下り坂になったため、ハル勢は19日から予定されていた、ルソン島攻撃の中止を決定。艦隊は、 ウルシー干渉へ交代した。多数の航空機が失われ、感染も沈まなかったものも構造物、対空砲、そしてレーダーに多大な被害を受けており、原因究明のためのサモンと修理が必要だった。12月24日、ニミッツ大将がウルシーに到着し、26日に駆逐艦母艦カスケードにて、1944年12月18日頃悪天候のために、 米艦ハ春、モナハン及び、スペンスの喪失、モントレー、カウペンズその他第三艦隊の各艦が受けた被害について調査が行われた。まず、ハルゼーの艦隊司令部が台風の強さと震度の予測を誤ったのは明らかだが、この時代の観測技術ではそれは不可抗力であると認められた。次に、空母各艦の被害についても原因は台風であり、人命の喪失。 艦の被害、航空機の喪失、または被害については艦長や乗員の責任ではないと認められた。そして駆逐艦3隻の喪失についても同様に艦長や乗員に責任はないと認められた。その代わりサモ委員会が問題視したのは沈没した艦の復元力不足だった。沈没した艦のうち、ハルト、モナハンが属するファラガット級はもともと 復元力不足が指摘されていた球で、太平洋戦争開戦以降対空火器の増加で一層トップヘビーになっていたところに燃料不足が追い打ちをかけて転覆したと考えられている。事実、過労うでて沈没を免れた同級のデューイとエイルウィンは75度か、それを上回る傾斜を記録している。スペンスはフレッチャー級だが17日午後に、 最も燃料を消耗していたマドックス、ヒコックス、スペースに対し、ハルゼーが燃料タンクに海水を入れて、重心を下げるよう指示したとき、スペースの巫女の措置を取ったか確認が取れておらず、また生存者は、転覆時に水密扉が閉鎖されていなかったと証言している。予定では18日午前に天候が回復し、給油が行われるはずだったので、艦長が速やかに、 燃料補給できるよう備えていた可能性はサモンで指摘されているがタンクに海水を入れ水密扉を閉鎖した2隻は損傷し70度の傾斜を記録しつつも生き残ったためこの措置の違いは同艦の転覆沈没と関係している可能性があるそして年が明けた1945年1月3日サモン会議は上記の事実認定等意見勧告を発表した そこでは、艦隊が受けた被害の原因として、次の事項が列挙された。安全であるとの誤った感覚で、また手遅れになるまで危険は存在しないという心情の、もとに、無意識のうちに艦隊を、台風の中、またはその真の近くに誘導したこと、不十分なデータに基づく、異常気象に関する勧告、望ましい作戦に関連づけた希望的な推理、低気圧が襲来してから、 駆逐艦に給油しようとして、台風の前方及びその進路の近くで行動したこと、指揮官と艦長は、台風が情勢を支配するようになるまで、真に危険な気象状況の存在を意識せず、手遅れとなるまで期待される安全に対する準備を、しなかったこと台風の猛威を、ともつる事件、第四艦隊事件で経験した日本海軍は、安全対策を施したために、太平洋戦争中に台風による、 軍用艦艇の喪失は一度も起きなかった。実際、第7次多号作戦で損傷して本土へ帰還途中の駆逐艦、竹が同台風に遭遇したが無事生還している。修理を終えた、米艦隊は自作戦支援のため1944年12月30日に、ウルシーを出撃した。だがその前の12月24日から26日にかけて日本海軍は、 ミンドロ島野州を行い、この時期としては少ない損害で作戦を成功させている。上述の通り、この時フィリピン沖に米機動部隊はいなかったのである。1944年10月の冷凍機会戦から日本軍は航空機による敵艦船への体当たり攻撃を組織的に開始しており、その攻撃隊にかつて日本を 外敵の侵略から救った台風の名前を冠していた。ピューリッツァー賞を受賞した、ハーマンウォークの世界的、ベストセラー小説、ケイン号の反乱とハンフリー・ボガートが主演した、同名の映画はこの台風をモデルにしている。神風、米韓大撃滅、シーアル・カルフォーンチョ、セオ・サダオ、大西道英訳アサヒソノラマ、1985年。 ISBN4-257-170557 著者は、駆逐艦、留意の艦長、ありがとうございます。